お、元気か。構わぬぞ。こうなったぞ。すまねえな。艦長をないがしろにする董卓の専横に深い憤りを抱いていた。ある夜、王胤は鍵朝鮮を招いた。そなたのことは娘同然に思い育ててきた。しかし天下の人民のため辛い思いを強いること許してくれ。王院様へのご恩返しができるのであれば、この命さえ惜しみはしません。どうぞ何なりとお申し付けください。よくぞ申してくれた。国賊董卓とその片腕たる呂布、あやつらを討てるのはそなたしかおらぬ。後日、王胤は呂布を招き宴席を設けた。王胤が呂布を褒めそやし、呂布が上機嫌となっていた頃、実は呂布殿にぜひお引き合わせしたい者がおりましてな。おお、遠慮はいらぬ、呼ぶがよい。ありがとう存じます。朝鮮、これ。呂布様、お初にお目にかかります。王胤殿、こちらは我が娘、朝鮮でございます。さあ朝鮮、呂布殿に舞などご覧に入れなさい。はい父上。呂布様、お見汚しとは存じますが。呂布殿、もしご迷惑でなければ我が娘を呂布殿のお世話に置いていただきたいのですが。何、朝鮮をか。まことに良いのだな。天下無双と名高い呂布様にお仕えできれば何よりの幸せです。どうかおそばに置いてくださいませ。迷惑でなどあるはずがなかろうが、喜んで朝鮮を我が元へ迎えよう。ありがたき幸せ。それでは吉日を選んで送り届けますゆえ、しばしお待ちくださいませ。呂布は上機嫌で帰っていった。その姿を見送り、王胤と朝鮮は強くうなずく。そしてさらに後日、わしのためにかような宴席を設けるとは殊勝な心がけぞ王胤。もったいなきお言葉。董卓様はいずれ天子に昇られるお方、お迎えできて妨害の幸せでございます。
めったなことを申すな。だが時来たらばそなたの功には報いよう。ああ、これは褒美をねだるような真似をしてしまいました。不遂のお詫びに我が娘の株を献じましょう。ほう、そなたの娘とな。では早速、朝鮮、これ。お目にかかれて光栄です、道卓様。拙い舞でございますが。なんと美しい。舞う様はまるで花のよう、歌う声はまるで鈴が鳴るようじゃな。身に余るお言葉でございます。よいよい、それよりもっと近くに寄らぬか。その美しい姿をわしによく見せてくれ。お気に召されたようですが、もし東卓様さえよろしければ、この朝鮮をおそばに置いていただきたいのですが。なんと、それは願ってもないこと。では早速連れ帰るぞ。よいな。はい、どうぞお連れください。朝鮮、しっかりとお使いするのだぞ。はい、お父様、必ずよ。しばらくすると、呂布が血相を変えて王院のもとへ怒鳴り込んできた。王院、貴様この俺をたばかったな。呂布殿、何事です。敬愛する呂布殿、それがしがたばかるなど。黙れ。ならばなぜ朝鮮を父董卓に差し出した。そのことにはお詫びの言葉もありません。朝鮮は呂布殿と言い交わした仲と、董卓様にはご容赦を願い出たのですが。何、では父が無理やり朝鮮を連れて行ったと申すか。そうでなくば、どうして。それがしが呂布殿との約束をたがえましょう。董卓様、あまりにこの態な。そうであったか。いいよ、乗れ董卓。七桂なれり。朝鮮、あとは頼んだぞ。こうなりましたか。